2023年9月23日第4主日の礼拝を始めます。まずは前奏曲のもと主の御前に静まる黙想の時を持ちます。聖書をお読みいたします。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住む人は、私たちはあなたの家の良いもの、あなたの宮の聖なるもので満ち足ります。それではお立ちください。福音賛美歌3番を持って主にお捧げいたします。
今日も愛する方々と共に礼拝をお捧げできますことを感謝いたします。今日は近江聖書教会牧師の吉村俊介先生を神様が招いてくださり、先生を通して御言葉をいただくことができますことを心から感謝いたします。吉村先生を聖霊に満たして、御言葉の通り良き管として早速お持ちくださり、また祝福してください。御言葉をいただく私たちの心を整えてくださり、御言葉に応答する生活をしていくことができますように、助け導いてください。これからの礼拝のすべてを主の御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一度お立ちくださいで、主の祈りをお捧げしたいと思います。イエス様が教えてくださった主の祈り。天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条をもって私たちの信仰告白といたしましょう。使徒信条。我は天地の造主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により受け取り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の地よりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に立ち止まり、賢いより鍛えて生ける者と死んだる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは報告に移りたいと思います。週報をご覧ください。まずは、中心聖句をお読みいたします。フィリピ2章3節、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、取り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。今日先に信頼者の方が来られておられますので、先に紹介したいと思います。宮島姉妹のお友達の、罪田武夫様、ちょっとその場でお立ちくださって歓迎の拍手をどうぞ、また続けてください。お願いします。本日の予定ですが、教会学校中高科は13時30分に行われました。手術礼拝、今14時30分から行っています。祈祷会は礼拝後にあります。ブラジル牧場は、祈祷会後に行われます。今週の予定は、今日24日から第4期聖書通読第30周年に入ります。また同じく第34期取りなしの祈り第4週目に入ります。27日水曜日、30日土曜日は同国祈祷です。
28日木曜日はオンディジャイン牧場があります。来週日の予定は教会学校中国科が13時からです。主日礼拝生産式も行われます。14時からです。祈祷会は礼拝後、ブラジル牧場は祈祷会後に行われます。来週日の礼拝、そして今週の奉仕当番は各自ご確認ください。お願いいたします。報告および祈祷課題でお祈りいたし、をお読みいたします。1、今月いっぱいの礼拝時間変更は試験的に行いました。次の手術からは以前の時間帯、礼拝が14時から15時、 CS 中高科は13時からに戻りますので、お間違いのないようにお願いいたします。2番、先週22日金曜日は藤田恵子姉妹の洗礼式が無事に執り行われました。お祈りを感謝いたします。姉妹の信仰生活の祝福をお祈りいたしましょう。また、連絡ですが、受選された藤田恵子姉妹でお祝いの寄せ書き色紙にご記入をお願いいたします。入り口のところにありますので、皆さんお書きください。お願いいたします。またもう一件報告ですが、今日吉村先生より台湾のお土産をいただきました。ありがとうございます。お一人一個お持ち帰りくださいということです。感謝いたします。それでは暗唱セリフに入りたいと思います。まず皆さんで一度拝読いたしましょう。その後覚えられた方はその場でお手伝いくださって暗唱いたしましょう。暗唱聖句、詩篇103編2節、我が魂よ主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。それでは覚えられた方はお手伝いください。それでは暗唱しましょう。暗唱聖句、詩篇103編2節、我が魂よ主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。はい、ありがとうございます。お座りください。牧師コラムをお読みいたします。洗礼は出発式。先週金曜日は藤田恵子姉妹の洗礼式が行われ、教会員をはじめゆかりのある方々の立ち会いのもと、幸いな時を持つことができました。式の説教は第2コリント5章17節より、新しく作られたものについて語りました。イエス様を救い主としてお迎えした人は新しく作り変えられたものです。ただの人として歩むほかなかった私たちは、イエス様により頼む信仰のゆえに、それまでとは全く違うものとして神様に認められるようになります。それは言い換えれば神のことをされることでもあります。ですから洗礼式は対象であるその人が新しく作られた日である、神の子が生まれた日となるのです。洗礼は神の子として歩み出すスタートなのですね。そしてこの神の子の歩みのゴールは父なる神の待つ天国であり、それは家に帰るのに似ています。小学生くらいの子供が外に出かけるとき、そこには経験という成長の要素がたくさんあります。それと同じように、神の子として私たちが生きるこの地上の生涯は様々な経験の場であり、それは成長の要素にあふれています。イエス様を唯一の救い主として信仰を持って歩むその人は、洗礼からの人生を霊的な成長の機会とすることができる。クリスチャンは一生が全てにおいて成長できるのです。
信仰を持って今を歩んでまいりましょう。以上です。それでは福音賛美歌367番を持って主に賛美をお捧げいたしましょう。
何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。この箇所を中心としながら、キリストの心を込めて生きると題して、吉村先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。久しぶりに福沢聖書教会に来て、御言葉を取り継ぐ機会が与えられていることを感謝いたします。あの外に工事してる、そうですね、この工事の巻きないで大きな声で語りたいと思う。後ろは聞こえてます、大丈夫ですか？先日あの台湾に行ってきました。先ほどあのお土産の話もありましたけれども、ちょっと人数足りることを祈りつつあるんですけど、出なかったらお許しいただいて、聞いていただければと思います。あのそこであの現地の教会のリトリートであのメッセージさせていただきましたけれども、でそのリトリートのテーマが心を込めて生きるっていうテーマでした。でそこでメッセージ語ったのはキリストの心を込めて、まあ、今日の説教題ですけれども、キリストの心を込めて生きるというメッセージを話して、そのちょっと編集版を今日皆様と共有したいと思っています。まあ、最初自己紹介らしきものですけれども、吉村俊介と申します。滋賀県の近江聖書教会の牧師をさせていただいています。2022年の4月からそこで牧会させていただいて、本当にピカピカの牧師でありますけれども、そこで見た目見たら日本人だと思われるかもしれませんけど、実は日本人ではなく、一応在留カードを持っておりまして、オーストリア、あのヨーロッパのオーストリアで生まれ育ちました。で牧師になる前はあの日本食の料理人、あのお寿司あのを中心にやっていました。で向こうの、あの日本食なので、そこまで一応向こうなりには結構本格的な日本食で、結構あの他の方々が日本食を作るとちょっとがっかりする日本人もいますけれども、一応まともなレストランであの一応あの料理人をさせていただいていました。で10年前2013年に日本に移住してきました。でそこで大きなあの、まあ、カルチャーショック、ギャップを感じたことがあります。それはもともと牧師になるために来たのではなくて、日本でもあの料理人の生活を続けるために来たわけですけれども、そこで大きな職場 の, あのカルチャーショックを受けました。ウィーンでは、ウィーンってあの首都、オーストラリアの首都ウィーンで生まれ育ったんですけれども、すごいのんびりした生活でした。で職場も非常にのんびりで、まあ、仕事がないとき、暇なときは本当に暇とぼーっとする
そういう国です。仕事をないときは仕事をしないというのが当たり前で、休むのは仕事は休むために仕事する。で日本は逆に、仕事ができるために休むみたいな、そういうちょっと、その逆のパターンで、生活があるわけですね。でそういう面では大きなカルチャーショックを受けました。向こうではもうぼーっとしているときはぼーっとしていますし、ある人は暇だったら携帯でゲームをしたり、そういう職場の環境の中でずっと仕事をしてきたわけですけれども、日本ではやっぱりそういうのが許されない。で向こうでは特に自分は朝が弱い人でした。日本に来てそれがだいぶ変わりましたけれども、向こうではお店が開いたのが11時半で、出勤したのが11時なんです。30分前に出勤して、もう、必死に仕込みして間に合わせるっていう、そういう生活で、だから朝はすごい余裕があったんですけれども、それでも寝坊したことがあります。それほど朝が弱いということですけれども、日本ではそれがもうガラッと変わりました。日本ではやっぱ、その職場の特徴だったかもしれませんけれども、同じくだいたい11時に店が開いたんですけれども、遅くて7時に出勤してたんですね。やっぱり3時間は仕込みの時間が必要だと。で、仕事の量はそこまで、ウィーンに比べたら多くはなかったんですけれども、やっぱりなんか時間をかけて長い時間をするとか、たくさん仕事をするとか、やっぱりそういうのがやっぱり日本とヨーロッパ、自分が育った考え方、いい悪いは別ですけれども、やっぱ考え方が違うと思います。それが大きなカルチャーショックでしたね。とりあえずたくさん仕事する、一番早い料理になる、一番、いい料理人になる、一番忙しい生活を送るっていうこと、それが勝負やることを常に感じて、それが自分にとって大きな負担だった時がありました。常になんか後ろから背中が押されて、なんか休む、なんか心が安らかになれない、そういう大きなカルチャーショックを受けたことがあります。でももちろんその他日本の素晴らしいことも経験しましたし、本当に今は本当に日本が大好きになっていますので、本当にその時だけのことでありました。でもここでやっぱり一番を目指す、一番上、一番速い、一番広い、一番高いものを目指すのが、やっぱり日本だけでもなく、やっぱ全世界共通のなんか求めるところなのかなというふうに思います。これは決して日本だけの問題ではなく、全世界にある、こういう、プレッシャー、なんか当たり前のようになっているプレッシャーかもしれません。そういう現象があると思います。でもやっぱりこの常に一番上を目指さないといけないというのは、やっぱり重荷が伴うと思います。プレッシャーが伴うわけです。でもちろんこの一番上を目指すこと自体は決して悪いことではないと思います。神様が私たちを作られた時に、この一番弱いものから強いものに少しずつ成長していくものとして作られているわけですね。生まれてくる時は赤ちゃんとして、無防備で何も自分でできない、そういうところから少しずつ支えられながらハイハイし始めて、歩き始めて、いつかは走り方ができるようになる、また、少しずつ言葉を覚えて、読み書きを覚えて、自分で考え始めるようになる、そういう成長のプロセスを得ることは、そういう中で成長するということは神様のデザインだと思います。で問題が生じるのは、やっぱりこの成長というものがこの交番になるときだと思います。成長が高慢に移行するのは、やっぱり成長の中でやっぱり自分のペースではなくて横を見始めるときだと思います。で横が進み始めると、やっぱり向こうと合わせないといけない、で相手によりますけれども、ついていけない、そういうところ、そういう時も多くあると思います。だ本来は自分のペース、マイペースで、マイペースは日本語ではあんまりそこまで良くないイメージかもしれないので、ちょっと遅い人とか、自分の都合によって動いてるとか、でも本来は私たちはそれぞれやっぱりマイペースで動くものとして、成長していくものとして
熱くられたと思います。でも横を見ながらこの共に成長すること自体もまた悪くはないと思います。互いを励まし合って共に成長していくというのは、まあ、非常に効果的でいいことでもあると思います。でもそこでやっぱり一つの線を越えてしまうとそれが傲慢らしきものに変わっていくと思います。やっぱり隣人より優れたものになるために隣人を犠牲にするという、まあ、そういう考え方がどこかで生じてくる、まあ、そのそういうふうになるとやっぱ傲慢というものが出てくると思います。ですのでこの問題になるのはこの隣の人と一緒に共にペースを合わせながら成長していくというより何とかしてもとしても隣の人より上に立ちたい、上の、まあ、優れたものになりたいというふうに思ってしまう時です。ある意味では隣の人を見下したいで自分がいい気分になりたいということにもつながってくるわけです。そういう欲望が少しずつ出てくるということです。でここで2つの問題がこのいわゆる傲慢にあると思います。傲慢は一方でこの神様とやっぱり隣人を自分が見下そうとしている犠牲にしようとしているそういう人に対する罪であるわけです。で聖書の中でいわゆる最初の罪はこういうふうに始まったと思います。最初の誘惑はあなたは神のようになれるという誘惑ですね。天地創造された私たちを創造された神の上に立つことができるという誘惑ですね。あの神様を見下すことができるようになる、そういう誘惑に陥ってしまってこの神を見下したくなった、反抗したくなった、そういうのが、全ての罪の始まりでありその中でこの人間と人間の間の信頼関係も崩れていったわけです。これは隣人と神に対する罪でもありますけれどもやっぱり自分に対する罪結局は自分が疲れてしまうものでもあると思います。一番上を追求して何が悪いのか一番上に立ったら最高じゃないかというふうに思うかもしれませんけれども結局はやっぱり上の上にはいつも上があるというのが現実であると思います。一番上に到達したとしても周りをすごい気にしないといけないわけですね。スポーツの世界だったらこれがよく出てくると思います。やっぱ一番上の人一番の人はいつも他の人たちにそこから引き下ろされそうになるわけです。それを自分の立場を守らないと必死に守らないといけない。決して2番目になってはいけない。で2021年にオリンピックがありましたね。そこで特に柔道を注目しました。で柔道といえばやっぱり日本が王者で、やっぱり銀メダル、銅メダル、なかなか許されない必ず金メダルを取らないといけないやっぱりそういうプレッシャーをこの選手たちは抱えていたと思います。でオリンピックで、3つの、メダルがを目指すわけですけれどもやっぱ最悪のメダルは銀メダルだと思います、銅メダルだったらなんとかメダル獲得して勝利して獲得するものですけれども銀メダルは負けて試合に負けて獲得するメダルです。で金メダルを失ってしまう、そういう、涙の銀メダル2番目になることが恥になるということですね。やっぱり一番上に立つと、そういうプレッシャーがあるわけです。いつも狙われてるいつも他の人を本当に抑えないといけない抑めないといけないそういうプレッシャーが常にあるわけです。そういう意味では一番上を追求する歩みには、終わりがないわけですね。一番上に到達したとしても戦いは続くわけです。でいつかはそこから、降りてこないといけない。ずっと一番にいるわけです。スポーツの世界はそうです。いつかは引退しないといけない。なるべく早めに一番いい時に引退しないとやっぱりがっかりしてしまって引退しないといけなくなる、そういう意味でこの一番上に立つというのは大きなプレッシャー
ってあるわけですね。でそういう感じでこの神様に接客を与えられて、その人生というものがこの一番上をいつも追求しないといけない、この風を覆うような虚しい人生になって狂うことがあるかもしれません。たとえ仮に一番上に到達したとしても、そこを必死に守らないといけない、まあ、こういう生き方が結構この世界中に、まあ、全ての人間の中で働いていると思います。この一番上を追求しないといけない、で他の人を足台にしてまで一番裕福な生活をしたい、一番早いもの、一番高いもの、一番広いものを追求する、そしてその延長線上には自分の幸せがあるんだっていう、まあ、そういう希望があるわけですけれども、やっぱりこういう勢いについていけない人は結局置いていかれますし、ついていこうとしていく、まあ、そういう人たちはやっぱり疲れ果ててしまうわけですね。この教会でさえもそういうことがあるから、やっぱり比較っていうのは、自分はあの人とどう比べたらどうなのか、あの教会とどうなのかとか、やっぱりそういう大きな問題は本当に共通、世界共通の問題だと思います。でもイエス様ご自身は別の生き方、このキリストの心を込めて生きる、今日の五節を見ていただければ、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストのイエスのうちにあるこの思い、この心をあなた方の間でも抱きなさい。キリストの心を込めて生きなさいということはこういうことである。次に6節からこのパウロが述べているわけです。イエス様は一番上から一番下をあえて追求されたお方です。6節では、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えなかった。私たちはよく十字架の話をします。そこで大きな犠牲を払ってくださったイエス様に感謝をしますけれども、イエス様は十字架に到達するまで一番高いところから、遠いところから来られました。天国から来られました。天の神の姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないと考えなかった。あえて下を追求されたわけです。そしてご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れました。この地上に来られたわけです。天の御国を離れて、この地上の私たちの国、そして私たちと同じような人間の姿を取って来られたわけです。福音書を読みますと、このイエス様が登場した時の、あ、神様が来られたっていう反応は一つもなかった。みんなは本当に人間のように、この人は普通の人間じゃないか、あの人間が何者なのかという問いはありましたけれども、それほど私たちと似ている姿、人間として来られて、その私たちの苦しみと同情するために、そのように一番上から一番下を追求されたわけです。この人間を見下す、いろんないくら罪人であっても人間を見下して、見下ろす、そういうことには全く興味がないイエス様、一番上から一番下で、この地上にはでは終わらなかった、さらに下を求めました。8節では、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。十字架は私たちの罪を全て背負って、ご自分は何もこの罪と関係ないものでありましたけれども、あえてこの私たちの罪の世界、私たちの苦しみの中に飛び込んでくださって、全てを背負って私たちが死ぬべき死を負ってくださった、さらに下を追求されたんです。これが先ほども使徒信条で告白している内容の、まあ、キリストの部分ですけれども、これを毎週告白しているわけですので、ちょっと聞き上げてる飽きてる部分もあるかもしれませんけれども、やっぱりすごいキリスト信仰の中ではとても重要で、やっぱそこに立ち直る必要がとてもあるというふうに
感じます。自らを低くして死にまで、そのも十字架の死にまで従われました。でこのイエス様の姿が私たちの模範であり、このキリストの心を込めてを、キリストの心を込めて生きなさいという、互いの間に抱きなさい、こういう心を抱きなさいということをパウロが教えているわけです。私たちはこの隣人をと比べてなるべく相手を見下ろしたいという感覚で接していくわけですけれども、ある時には犠牲にしてまであの人より上になりたいという思いが、そういうふうに一番上をいつも追求していますけれども、天の神で神の子であられるイエス・キリストはご自分を犠牲にしてまで罪人を愛し、罪人を救うために十字架で死んでくださったわけです。でそこで終わっていたら、希望も全く何もない絶望で終わっているわけですけれども、9節からこの一番下から開けられます。それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。これが私たちに対する御心であるわけですね。私たちがイエス様を信じてイエス様についていって、このイエス様の大いなる愛、隣人を見下すのではなくて、あえて隣人を自分より優れたものとして思う、そういう心を持つのであれば、そういう信仰によって神様は私たちを引き上げてくださる、どんな絶望な状況の中でも引き上げてくださるという約束が与えられています。これはイエス様がただ言葉で教えておられるものではありませんけれども、パウロがここで語っているのはイエス様はこれを身をもって、この最初から最後、福音の最初から最後までこれを教えてくださっているわけですね。体を持って教えておられる、模範として教えておられる。キリストの心を込めて生きるということはこういうことだ。隣人が罪人であったとしても、その人を自分より優れたものとして思う。これがイエス様の、私たちに対する愛であるわけです。そこには喜びがあります。このキリストに倣ってキリストの心を込めて生きる信仰の生き方は、もちろん永遠の命の生き方であります。神の国のライフスタイルというふうに言っていいと思います。私たちが次の世に行っている時には、こういう愛が私たちを支配し、私たちが全て平等になるわけです。上も下もない、上を追求することも下も追求することもない、みんなが平等になって同じ立場として互いの愛の中で生きる。でもこれはこの次の世、死んだ後とか復活の時に得る恵みだけではない、喜びだけではない、今でもすでに味わえる喜びであります。イエスはここにいる一人一人手を差し伸べてくださっています。このキリストの心を込めて生きる人生へと招いておられます。この生き方は一人でできる生き方ではもちろんありません。私たちは互いを必要としています。互いの愛を必要としています。私たちは互いをどんな立場であっても互いを自分より優れたものと思う、そういう生き方、次第であるわけです。そしてみんなで改めてこのイエス・キリストは主ですという信仰告白ですね、この11節、今日の11節、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白する、これが本当の真理であり、この心を込めて生きようという信仰告白でもあると思います。このイエス・キリストは主ですという告白をするならば、自然とこういう上下関係というのはなくなっていくわけですね。共に互いのペースに合わせて成長していくことができるわけです。このイエス様のペリクラル信仰の生き方に献身することで、神の国がすでに今開かれるわけです。この変わらない恵みと喜びと平安が今も
すでに与えられるわけです。それはもちろん一人ではできない、互いの愛がやっぱり必要であります。人を見下すことより隣人を自分より優れたものと思う生き方、少し上級レベルでイエス様のように自分に対して罪を犯したもの、悪いことをした人でさえ自分より優れたものとして思い、その愛を施す必要を与える、それにその愛によってそういう人が変えられるわけですね。私たちも罪人であってイエス様の愛を受けてその愛によって変えられていったように、私たちがイエス様の愛を実行するときに罪人が癒されて立ち直ることができて、そこに本当の和解が、そういう可能性が出てくるわけです。このみんなキリストの心を込めて互いを自分より優れていると思って生きなら、いや上と下がなくなるわけですね。完全になくなる。みんなが一番下であるならそれがみんなの上だからです。みんなの一番上だからです。それ以上は何もないからです。全ての平らな平和な、そういう世界が描かれているわけです。全ての上下関係がなくなって全てが平等になって、愛に満ちた関係になるわけです。強いものが引き崩されますけれども、もちろんこの強いものはこの強さを譲ることはなかなか難しいかもしれない、なかなかできないことかもしれませんけれども、それによって弱いものが引き上げられるかもしれないです。それが目的であり、それによってやっぱり全ての体の疲れ、精神的な疲れ、霊的な疲れが癒されるわけです。ある時イエス様は弟子たちに言いました。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私はがあなた方を休ませてあげます。イエス様の心を込めて生きる人生へと招いてくださっています。この招きに応えて、今週も福沢聖書教会の皆様、また大見聖書教会の皆様と全世界の教会の皆様と心を合わせてキリストの心を込めて生きていきたいと願います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたはあなたの御子を使わし、その御子イエスキリストが本当に平安と幸せの道を開いてくださる、感謝をいたします。そのために大きな犠牲が伴いました。イエス様は罪人でさえ自分より優れたものと思わない、もちろん罪人は最低のであり、イエス様と比べることができない、そういう人ですけれども、イエス様はそういう人でさえ愛し、見下すことを決して望みませんでした。どうぞこのキリストの心を込めて生きる心を与えてくださいます。お願いします。今日、福沢聖書教会であなたの御言葉をお貸し合う恵みに感謝いたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。メッセージをありがとうございました。それでは主の御声に応答いたしましょう。福音賛美歌128番をもって賛美をいたしましょう。
番をもって主に栄光をお返しいたしましょう。あ、ご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、ご聖霊様の親しい交わりがこの会衆一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。アメン。それでは本日御言葉を取り継いでいただいた吉村先生に感謝の拍手をいたしましょう。ありがとうございました。これで本日の手術礼拝を終わります。